このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ぶらします。今回は秋田市千秋にあるさぬきうどん2代目渡郎にお邪魔します。福田さん、どんもの食べてもいいですか？はい、ついにどんもの、ついに食べたいです。ちょっとよいしょ。じゃあついに背中で、あ、背中でどんもの、ま、どんぶりを、はい、はい、いやこちらにずらして、いやー、どんも美味しかったけど、足ります足りますか、下げますか、ごめんなさい、下げるな、足りますかって聞かれる、足りません、逆に足りますかは、足りるんですか、まだ入ります、あー、ありがとうございます、すごい、あー、すごい、次まで、感情にせるり、ありがとうございます、あー、どうなってますか、うちは、こうなってます、一滴残らず、ありがとうございます、ずーみたいな、これありそうなので、すごい、レンゲいらず、すごい、いや楽しみ、これめっちゃ美味しそう、これはレンゲで食べるんですかね、うーん、お箸でもいいですし、ちょっと混ぜ気味でそのお醤油かけてやってもらうと、はい、バターもいい感じに溶けて、あ、じゃあこちらでいきますか、はい、しょっぱいの好きな人で、はい、ザーかける人います、ザーかけていますか、大丈夫です、大丈夫だ、ぐる1回転、一回転しました。え、二回？え、ちょっとやめた方がいいのかじゃあ。何？心配になるくらい溶けてるんですけど。あ、本当。醤油？醤油。二回転しました。二回転しました。ちょっと。これでお父さんって呼ぶよ。昭和の。ガテン系ですね。心配なの。そうそうそう。お、でもね、あ、チーズが乗ってるよ。見たい、あ、おいしそう、もうね、結構混ぜ混ぜしちゃったんだけど、一口食べるとこ見たい、わ、肉すごいな、わ、角切り肉がいっぱい、わ、結構ありますね、これ茶碗一杯分ぐらい、ね、そうですね、おお米の量が多いですね、お米多いね、あ、わー、嬉しい、ちょっと待ってね、まんべんなく混ぜます、あ、こぼしちゃったよ、ちょっと大失態ですね、失礼、うん、あ、おじ、うん、うまいね、うまいな、うん、わ、これは、え、ぐちゃ混ぜ、ぐちゃ混ぜ、ぐちゃ混ぜちょっと今、肉をまんべんなく盛り込みたくて、ちょっと顔ほずれちゃって、これ、あ、あの、エビちょっと一口食べてみた、一口、あの、レンゲにびっしりついちゃいました、本当だ、じゃあたっぷりな、こっちに方のとこだけください、はい、こっちに、いいわぜ、逆逆逆逆逆、え、あれ、わあ、すごいね、いただきます、わあ、うまっ、そんな口大きかったですけど、うまい、おいしいね、レンゲも、あ、卵もいいけど、肉が、卵かけご飯みたいな見た目になって、あ、おいしい、しょっぱくないんですか、そんなに、めっちゃちょうどいいです、あ、そう、ね、うん、チーズがね、入ってて、すごい口だね、うん、うん、あ、このカリカリなんですかね、美味しい、これもフライドオニオンがちょっと入って、あ、ニンニク、フライドオニオンだよ、ニンニク、あ、間違った、玉ねぎ、玉ねぎです、あ、そっか、間違えた、持ち上げたとこです、持ち上げたとこ、持ち上げ、これすごい量、すごい美味しい、うん、5秒、5秒待って、5秒、すごいね、もうなんだかわからない、女性の一口の量ではないです、次回も3人が街を盛り上げます。